丹後でできた島に合わせまして、橋の長さも3540メートル、丹後の島という語呂合わせの数字でございます。この伊良部大橋、30年にも及ぶ長きにわたりまして、関係機関への粘り強い養成活動が実り、2006年この橋の工事がスタートいたしました。開始いたしましたのは2015年1月31日をもって開始しております。どんどん橋が高くなりました。一番高いところの橋脚が約27メートルでございます。そしてこの辺りの水深は14メートルと深くなりました。この橋の下を通れる船の大きさは2000トン級までとなっております。ただ船に30キロ、人口5800人の島でございます。この橋を挟みまして、右手側に田良浜地区、左手側に伊良部地区と2つの地区に分かれており、島内では小学校が2校、中学校が2校、県立高等学校が1校ございます。地区を成り立てております石灰岩は、プラバーシンという硬い質の石灰岩であるために、あまり白い砂浜ができにくい場所でもございました。3540メートルの伊良部大橋と海中道路を渡り切りまして、上陸いたしました伊良部島でございます。あれが渡ってくる鳥の実物大の大きさです。そんなわけないでしょ。今から橋に乗り上げます。注意してください。中米橋今乗り上げました。はい、上陸下地島でございます。右手側大小300本以上転がっております。集落は丸々でございます。平成8年日本の名字が国典に登録された沢田の浜でございます。訓練を行われていないようでございます。朝などが海を流れるということがございませんので、宮古島の海の透明度は世界でも第一級くらいと言われております。こちら右手側から前方左手よりに海の色を楽しんでください。どっちからにしますか。じゃあ芝も入れて。あ、大丈夫。
ほとんど青の洞窟ですよ。あ、そうですか。波で浸食された横穴が結構あります。で、中から見ると青く見える。はい。はい、左手側が水深25メートル、右手奥が水深45メートルです。ちょっと近くから覗いてみてください。そうですね、日の光は水深20メートルまでしか行き届かない。落ちてく様子が見えるか。ほら。白いね。そう、これだけ透明度は高いんですよ。もう一回行きます。ほら、こうやってるので水深が多分変わってると思う。なぜ帯岩なのかといいますと、波で浸食された部分に帯を巻いたように運んでますので、あれが江戸時代の伊藤編に文学の文に羽と書いて門羽ですね、はい、これの葉っぱは解毒効果が、魚介類の解毒効果が。花が終わった後、そうそうそう、気持ち悪いでしょ。そうそうそう、これ花です、うん、これ終わった後、種になります、ね、終わった後がこんなの。そう、こっちはまた別ですよ。こっちは草とべら、ね、ゆうな佳子様のお印。ゆっくり、ゆっくり、横で。